こんばんは、ゲームやわです。この番組では、毎回一つのゲームを取り上げ、三つのテーマで、内容の解説や、ゲームにまつわるエピソードを紹介していきます。今回は少し長くなりましたので、前編中編後編、三つの動画に分けてお送りいたします。それでは引き続き、第122回、ロマンシングサガ3、中編をご覧ください。こんばんは。よろしくお願いいたします。それでは二つ目のチャプターはこちら。チャプター2、断片的に描かれたストーリーを紐解く。当時は容量が足りなかったせいか、ロマサガ3における、ストーリーの描かれ方は、割合断片的なものでした。シリーズ生みの親の河津明俊さん曰く、ストーリーの革新的な部分など、プレイヤーの想像に委ねている要素もあるとのことです。したがって、以前プレイした時は、正直内容をあまり理解できていませんでした。中編以降の動画では、リマスター版で補足された要素も含め、噛み砕いてストーリーを解説してみたいと思います。もともとロマサガ3の世界を統治していたのは、メッサーナという名の王国でした。ゲーム開始時から、およそ1500年前に建国され、首都はピドナという町です。河津さんのお話によると、この首都ピドナが、ロマサガ3における世界の中心で、世界観のイメージとしては、海洋交通が発達した、交通の要衝として栄えたという設定なのだそうです。したがって、実際のゲーム上でも、ピドナの港から、世界のあらゆる地域に行けるようになっていました。しかし、今から600年前に死色が発生し、生き残った赤ん坊が魔王になると状況が一変します。魔王はアビスゲートを開くと、アビスから四魔貴族を呼び寄せました。ちなみにアビスとは、英語で深淵や地獄、奈落の底を意味するそうです。いわゆる魔王時代の始まりです。魔王は、メッサーナ王国をはじめとした西方諸国を滅ぼし、首都ピドナに魔王殿を建設しました。ピドナの西に、魔王殿の廃墟があるのはそのためです。ちなみに、オープニングイベントに登場するロアーヌも、この魔王時代に滅ぼされています。一方、東方諸国は、天の術法で抵抗し、魔王軍をかろうじて退けていました。その後、魔王が直々に東方に出陣し、遠征の最中に、魔王はそこで消息を絶つことになります。オープニングのデモムービーでも、ある日突然、魔王はいずこかへ消えたと記されていました。魔王が東方に赴き、失踪したという出来事は、本作ゲーム終盤の重要な布石の一つになっています。魔王が消息を絶った後も、残された四魔貴族による支配が続くことに。そして、今からおよそ300年前、再び死色が発生し、ランスで生まれた赤ん坊が死色を生き延びました。その死色を生き延びた赤ん坊が、後に聖王となる人物です。しかし、魔王の再来を恐れ、生き延びた赤ん坊を殺そうとする人もいたようです。後の聖王は、12歳の時に奴隷商人にさらわれ、世界を放浪しながら、7年に及ぶ奴隷生活を送ります。その後、苦節の時を経て、ウィルミントンという町で、フルブライト12世という商人に保護され、その養子となりました。作中のウィルミルトンでも、フルブライト紹介は、西欧以来の名門だという話を聞くことができます。やがて、フルブライトの支援のもと、四魔貴族を打倒すべく、西欧軍が結成され、ピドナの鍛冶工房では、武具の製造が始まりました。作中で、西欧遺物と呼ばれる武具の品々は、このピドナの工房で製造されたものです。そして、西欧軍は四魔貴族をアビスに追い返し、見事アビスゲートの封印に成功しました。この四魔貴族との戦いの際、西欧と共に戦った、西欧十二将と呼ばれる12人の人物がいます。オープニングのデモムービーで、西欧や西欧遺物と一緒に描かれている3人の人物は、西欧十二将の代表格とされる、西欧三傑と称される者たちでした。四魔貴族による支配が終わると、西欧の下で、世界の新たな統治をめぐる大会議が開かれました。まず、西欧三傑の一人フェルディナントが、メッサーナの国王に推挙されましたが、彼はそれを辞退します。フェルディナントは、妻のヒルダと共に、魔王に滅ぼされ、廃墟となっていたロアーヌに旅立ち、盗賊や魔物を討伐した後、ロアーヌの都を復興させました。ロアーヌ公爵のミカエルと、その妹のモニカは、このフェルディナントとヒルダの子孫にあたる人物です。また、同じく西欧三傑の一人パウエルという人物が、メッサーナの国王に即位し、ピドナに新市街を建設しました。
ピドナの西にある旧市街は、魔王時代に滅ぼされた町で、今は貧困層が暮らすエリアになっているようです。この時西欧は、東方の復興も試みましたが、何らかの理由でそれを断念したとのことです。戦術したように、東方は、かつて魔王が行方をくらました土地でした。この東方復興断念が、後に大きな禍根を残すことになります。いずれにしても、こうして暗黒の魔王時代が終わりを告げ、世界は平穏な西欧時代を迎えることになりました。しかし15年前に、三度発生した試食を境に、またもや世界に暗雲が垂れ込めようとしています。西欧が築き上げた秩序が乱れ始め、世界は混沌に包まれようとしていました。まず、ちょうど試食が発生した15年前に、メッサーナ王国のアルバート王が急死しました。アルバート王は、後継者を指名していなかったため、以後10年以上に及ぶ、継承者争いの内乱が勃発します。当初、継承者の最有力候補は、ピドナで近衛軍団長を務めていた、クレメンスという人物でした。ところが、今から5年前に、そのクレメンスは、神農教団と呼ばれる宗教団体に暗殺されてしまいます。本作のストーリーでは、この神農教団の暗躍が、多くの人物に影響を及ぼしていました。神農教団では、試食を生き延びた子供を、西王や魔王を超える神農として崇めています。試食や、国王の死に伴う内乱など、世界情勢が不安定化し、人心に不安が募る中、神王を世界の救世主的存在に祭り上げ、それを求心力として信徒を集め、勢力を拡大しているようです。もともと神王教団は、ロアーヌの南の砂漠地方に位置する、ナジュ王国という地域で活動していました。しかし、ナジュ王国に布教活動を禁じられたため、7年前に、神農教団は弾圧に抵抗し、逆にナジュ王国を攻め滅ぼしてしまいました。そして神農教団は、もともとナジュ王国の王宮があった場所に、神農の塔を建設することになります。主人公の一人ハリードは、ナジュ王国の王族の生き残りで、王国再建の夢を胸に抱きつつ、賞金稼ぎの旅を続けていました。また彼は、王国滅亡時に生き別れになった、恋人のファティーマ姫の行方を探し求めています。一方、メッサーナ国王の後継者筆頭のクレメンスも、首都ピドナにおける、神農教団の布教活動を禁じていました。しかし神農教団は、邪魔者のクレメンス暗殺に成功すると、クレメンスに代わって、新たな後継者筆頭に躍り出た、ルートビッチという人物の庇護のもと、ピドナで勢力を拡大していました。神農教団、ピドナ教長マクシムスのセリフ。本日は、ルートビッチ軍団長がおいでになっておられます。ピドナでの神農教団の活動に、大きな力を与えることでしょう。マクシムスとルートビッチは、どうやら裏で繋がっていたようです。ルートビッチにとっては、後継者筆頭の座が転がり込み、マクシムスにとっては、自分のテリトリーで勢力が拡大できる。クレメンスの死は、両者の利害がぴったり一致するものでした。なお、もともとルートビッチは、リブロフという町で軍団長を務めていました。そして、ハリード編のオープニングで、ナジュ王国滅亡以前、彼は戦のためにリブロフに向かうと、ファティーナ姫に告げていました。その頃ルートビッチは、クレメンスとの後継者争いを繰り広げていました。リマスター版によると、ハリードとルートビッチは、義兄弟だったことから、ハリードは、ルートビッチの後継者争いに加勢していたと思われます。しかし皮肉にも、ルートビッチは陰で神農教団を支援し、ハリードの故郷のナジュ王国は、力をつけた教団に滅ぼされてしまいました。河津さんのお話によると、ハリードはルートビッチに利用されたとのことです。このように国情が乱れる中、同じく主人公の一人、ロアーヌ公国のミカエル公爵は、市政イベントの外交を通じて、国威の向上を目指すことになります。ちなみに、メッサーナは王国であるのに対し、ロアーヌは王国ではなく、現在は公国という立場です。あえてわかりやすくご説明すると、王国より格下なのが公国で、さらにその格下に当たるのが公国です。王国は、文字通り王様が治める国であるのに対し、公国や公国は、貴族が治める国です。さらに、貴族にも階級があり、大きく分けて、公爵、侯爵、伯爵、子爵、男爵の5つに分類されます。ミカエルは、上から2番目の侯爵にあたる身分の貴族で、彼に反乱を起こしたゴドウィンは、男爵の身分でした。
従って、ミカエル編の姿勢で外交に精を出し、国威を上げれば上げるほど、ミカエルの身分も、公爵から公爵、公爵から王様といった具合にランクアップし、エンディングにおけるロアーヌの立場も、公国から公国、公国から王国へと、格が上がることになるというわけです。また、クレメンスの死は、この世界の経済活動にも暗い影を落としていました。西欧を支援した商人の子孫、フルブライト23世の話によると、クレメンスの一族は大きな商人でもあったため、クレメンスの死に伴う一族の没落とともに、その傘下にあったグループ会社がバラバラに離散する事態になってしまいました。ヤーマスのドフォーレ商会というグループが、それらの会社に職種を伸ばしているとのことです。そして、主人公の一人トーマスは、フルブライト23世から持ちかけられる形で、ドフォーレ商会に対抗すべく、会社買収のトレードを行い、離散した会社の再統合を目指すことになりました。ヤーマスで聞くことのできる、ドフォーレ商会の噂。ドフォーレ商会は、金儲けのために、相当悪いことまでやっているらしいわよ。こうした点でも、西欧が築いた秩序が失われつつあることが、さりげなく描かれています。ヤーマスで、そのドフォーレ商会の悪事を懲らしめているのが、ロビンと名乗る謎の覆面ヒーローでした。このヤーマスは自由の街だ。ドフォーレ商会の街じゃない。それに奴らは、西王様が禁じた麻薬の取引もやっているし、モンスターとも手を結んでいるんだ。思い起こされる、オープニングイベントのセリフ。この辺りで、あんなモンスターが出るとは。試食で、アビスゲートが復活したっていう噂は本当なのか。麻薬で人々の体と心を蝕みながら、己はぬくぬくと大金を得ようとは許せん。プレイされた方ならご存知の通り、太っている方のロビンの正体は、ヤーマスのパブのマスターで、痩せている方のロビンの正体は、同じくパブでウェイターをしている器用な青年でした。ちなみに、河津さんのツイートによると、ロビンのモデルは映画解決ゾロで、覆面に R の文字が入っているのは、ロマサガシリーズでキャラデザインを務めた、小林智美さんの遊び心なのだそうです。一方、父親を殺された、クレメンスの娘ミューズは、ピドナの旧市街に落ち延びていました。ここ旧市街には、ルートビッキに追われた人々が、数多く逃げ込んでいます。病弱だったミューズは、彼女を慕う子供からもらった、無魔の秘薬という薬を飲んでしまったため、夢の魔物に意識を奪われ、目を覚ますことなく、ベッドの上で昏睡状態に陥っています。その薬を、ミューズを慕う子供に手渡したのは、ローブを身にまとい、赤いピアスをした人物でした。一方、かつて西欧の武具を手掛けた、ピドナの鍛冶工房では、西欧遺物の一つ、西欧の槍が盗まれています。槍を盗まれた工房の親方は、槍探しの旅に出た後、一年後に槍がピドナにあることを突き止め、何者かの元に取り返しに出かけましたが、その3日後に、ピドナの港で死体で発見されました。親方の娘のオラの話によると、槍を盗んだ犯人の手がかりは2つ。赤サンゴのピアスと、ジャッカルという言葉。マクシムスに関する噂。マクシムスは、なぜか西洋遺物に、すごく興味を持っているよ。主人公の一人カタリナも、何者かによって、西洋遺物の一つ、マスカレードを騙し取られています。ミカエルによる、カタリナに対する問いかけ。一つ尋ねたい。お前ほどの者からマスカレードを奪うとは、ただ者ではあるまい。一体どうやって奪われた？彼女は、ミカエルに対する恋心を逆手に取られ、ミカエルに変装した者にマスカレードを奪われていました。ミカエルの問いに対し、それだけは言えないと話すカタリナのセリフが、とても印象的でした。カタリナは、マスカレードを取り戻す決意の証として、髪を切り落とします。河津さん曰く、以前から、キャラの容姿が変化する様子を描きたかったのだそうです。とはいえ、自分の願望から、スタッフの仕事を増やしてはいけないということで、カタリナだけ髪型を変化させることにしたのだそうです。あえて、冷たく突き放したように見えるミカエルの言動も、カタリナのけなげな決意を見事に表していました。その結果、カタリナ編はとてもドラマチックなものとなり、ファンの間で人気の主人公の一人になりました。不遇の奴隷時代を経て、暗黒の魔王時代を覆し、ようやく手にした西欧による秩序は、三度訪れた試食の定めを境に、このまま失われてしまうのか。西欧遺物を狙う神王教団のマクシムスのもと、多くの者たちの運命が翻弄される群像劇が繰り広げられる中、
この世界の人々は、試食を生き延びた赤子の行方を、固唾を飲んで見守っています。それは魔王か、それとも西洋か。続きは後編で。中編を最後までご覧いただき、ありがとうございました。後編では、姉妹の葛藤と覚悟、思い出の名場面、核心に迫る布石の解説、ロマサガが目指した脱予定調和、試食の謎とエンディングの考察について、さらにお話しいたします。後編は、動画説明欄にリンクを貼っておりますので、そちらからご覧いただければ幸いです。それではまた後編でお会いしましょう。おやすみなさい。